気になる大晦日から元旦にかけてのお天気なんですが、初日の出も見えるのかどうか本田さんとお伝えしていきたいと思います。元旦お天気としてはどうでしょうか。はい、天気の荒れているという形ではなくて少し小康状態ですね。気圧配置で見ていただきますと、1日午前9時、冬型の気圧配置ではあるんですけども、特に寒気が強まるのはこれよりも少し遅い時間ということになります。ですので、日本海側では雲が多めということになりそうです。初日の出が見えるかどうかというところなんですけども、1日の午前6時の天気分布で見ていただきますと、特に日本海側では少し初日の出なかなか難しそうですが、日本海側でも西日本では少しチャンスはあるかと思います。また初日の出という東の方向からこう上がってまいりますので、東の状況を見ていただきますと少しこう関東の沖合やや低い雲が多めですので、低い雲の間からの初日の出といったようなところも出てきそうですね。はい、初日の出マップ全国のものを見ていただきますと、バッチリのオレンジ色のエリア、やはり太平洋側が中心ということにはなりそうです。はい、では気になるエリアも確認していきました。気温はどうでしょうか。はい、元旦の方もですね、朝方しっかり朝晩を中心に冷え込む、例年並みの冷え込みということにはなりそうですので、防寒の用意はやはり必要かと思います。はい、では初日の出が見られるエリア、お天気についてお伝えしていきました。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。